はい、皆さんこんにちは。本日はスターズターザンボーズオブです。そして、タイガー桜井です。カノミホルです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、ロビンフット中心化おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、実はやっちゃったね。いやー、バケモンでしょ。かっこいい。まずね、まずかっこいい。はい。聖騎士、マインスイーパー M、超重力バリア、ゲージなし、嬉しい。うわー、もうこれ強いよ。これピー。壁ドン、強い。はい、強い。全敵貫通ロックオン主義化3。強い。超強次元ザン。ああ、もう強い。以上。強い。シンプル。シンプル。やんなくても強いの分かんじゃないの、うん、これ。ステータスよし。もう山田家行ってみようとりあえず。うん、なんかすごいよ。滅ぼしちゃうよ。うん。いや強いし山田君もこんなやつ来ると思ってないいや、ほんとだよねお前違うじゃんやめろやめろって山田君、やめろやめろってなってるよねこれ来んな、来んやめろやめろってなるよこれはいへへへへへへへそうだよしやばい惜し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 いあ、やっぱパーフェクトって出るそれやばいってこれ全敵貫通ロックもやばいんですよ ね全敵は3体目かな、うん、ノンノとマルプルとこちらということで、はい、まあ、手本やんかこいついやまあまあでもまあロビンフッドそろそろかなと思っていたところにやはりロビンフッドあのような形でクローズいたしましたねわーわーわー、ね、気がついたら村井さんの前にいやドーン刺さってたからそれびっくりしたそう村井さん超びっくりしたからねさっきまでなかったですよねそうえぇっつってもうびっくりしたわあれね、ああいう演出があるんだなやっぱり腰抜かしとったなあのはいじゃあはいはいはいよはいよおお超強次元山マジ嬉しいつか重力スワビ嬉しすぎロビンフッドゲージなし神いやめっちゃ使うとこ増えたねいやマジでロビンフッドはゲージがある時点で使う気起きなかったそううわやだなってあった、うん、しかもなんかあのペッペッペッってやつもなんかね全敵ロックオン消費感もねなんかちょっと後ろにないと弱えわみたいなあったねその陣もあったよ、うん、だから彼は変わった武装をしてそうだね髪も切ったし、ね、武装したからもう、うん、あの短近距離も切るようになったからねそう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 やっぱ次元山がいい仕事するよね次元山すごいですね次元山めっちゃいい次元山めっちゃいい、うん、斬撃だったのが次元山になったのマジ最高まあね神化すもともと強かったんだよね強かった、うん、まあ神化の名残としてうんちょっと次元山がありますがはいうわーこれはもう何も言うことねえよこいつやべえキャラだダメだ強すぎもう破壊しに来てるこれ破壊しに来てるねいやこれいやこれ破壊しに来てるわいや次元山やべえよの限定っすわこれ。次元山なんすわ。これ限定っすわ。これ限定っすね。うん、完全に。ロビンフッド前ね、あの前の時代知らなかった人いるかもしれないですけど、うん、結構実は最強だった。まあね。うん。そもそも強い。隠れ一時代築いてた。どこでもロビンフッドあったね。特に神化、神化も進化も強かったし。進化もどっちも時代築いてた。実は鬼だったんですよね。うん。ロビンフッドの絵だったもんね、うん、とりあえず多分ロビンフッドの時代が終わってから始めた人とかもいると思うんで、うん、あえて言うとこいつは元からやばかった次元山やばいな裏にいる次元山、まあ、友情出すか出しますか半端ないねあなんか壁の20ターンっていうのも嬉しいですねうん確かにねそんなに決定を持ってるわけでもない、うん料理しますか。お上に二人いるね。上にいますね。いいですね。お前かーい。お前かーい。そっちかーい。でも今ほぼ HP だけってことですか。HP だけ。HP と次元山。いいダメージ。俺も友情当たり気味で。友もうこんなとこなんだこれ。何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 よ。いや次元山の相性が想像以上に。良さげですね、うん、素晴らしい、ね、素晴らしいどっちもなんかボス裏に置いとけば強い友情だね、うん、あ早すぎて出てっちゃうかもねフライっていい、うん、いやフライっとこいやマジこいつすいません超圧力バリアだもんなうん
え、倒したの？お超アンチ重力バリア忘れる強さだ、これ。うん。どうしようかな。友情コンボ？マッチワンパン。でも、見てください。お、これ手加減うまいな。タイガー、桜井、配置に行った。なるほどね。はい。ノルマに倒したろうと。鬼クラッシュ。このままにクラッシュしないから。はいはいはい。いけいけ。お母さん。で、これで俺がやればいいんだよね。これもズドンすれば終わりますよ。これ、こう普通にでやってくれないか。うん。やれそう。やれそう。うやー。うわー。やりすぎやりすぎ。ちょっとちょっとかもしれない。いやでもやっぱそれが超アンチ重力バリアなんだよな。こういうこと。そう、超アンチ重力バリアなんか。これがやってくれるんだよね。わ、うん、かる。なんか。あー。ごめんなさい。うわー。もう死んでんじゃん、こいつ。こいつもう死んでる。もう次のステージ行ったらもうなんかこんな状態になっちゃう。よし、ラスケだって言ったらもうこんな状態になっちゃう。これやべえな。不動明王も行きましょうか。はい、はい、行きましょう。さあ、次は不動明王。よいしょ。よいしょ。いや、さすがにちょっと属性違うんで。まあ、そうだよね。無理かな。無理かもしれない。な無理、無理はやばいですね。無理かもしれない。無理か。もともと超適正っていう。こいつバチバチだったよ。快適さがちゃう。あこれあこれやばいよ。見ね、次元さんすごいですね。超強次元さんマジで評価できる。超強次元さんすごいですね。問題ない問題ない。もうでもギミック破壊してるもん、このステージの。いやね、そうだよね。この面倒くさ、面倒くさそうするステージじゃないんだもんね。そうそう、ね、もう消してる。ちょっと溜められるところで溜めますか。怪しくないですかこれ。でも壁ドンは壁ドンだから、ね、まあそうか、壁ドンは壁ドン。いやもう優勝やこれ。はい、破滅じゃないこれ。いやもう終わらせてるでしょ。えこれ20ターンもかかんないでしょこれ。かかんなそうだね。狙っちゃう。全パフェ？全パフェ。まあさすがに、でも裏に入れれば万万字。万万字だ。当たれない。惜しい惜しい。でももうえやばくね？ゾンさんいなくなったけど。ゾンさんどこしたね。ダブルシールド。ダブシ。かわいそう。かわいそうだな。え不動明王楽しいんだが。超楽だね。これいや。無曲なっちゃう俺も。1分。こいつ。俺は一瞬じゃ。いやマジで。超絶これ性能だもんね。つかさ普通のなんかもう普段使いこいつやばいでしょ。ああ。もうちょいだったね。なんかちょっとぬるっとなったね。まあ、角度なの。サッとったもんね。周回とかね。周回めっちゃ強いですよねこれ。ゲージもないしもう神か。ゴッド。ゴッドだね。ゴッド。速さつけたいな。ゴッドロビンフット。レッツ。重心。重心化回し。なんで重心化回って名前にしたんだろう。すごくない疑問。は？強い強い強い。さすが。あーこれは GG。もうすでに。いやもうこれ GG。すでに GG 宣言。GG。GG 宣言だね。いや不動明王ぶっ壊してるこれ。え？もう斜面なんだけど。超怖いよ。7って書いてある。山田げより楽じゃん。あーもうこれ GG だね。死んでるよ。こいつはもう死んでるね。もう死んでる。どうあがいても死んでんだよ。こいつもだってもう目が死んでる。のみょうの目が死んでいる。白目向いてる。白目向いてる。もう無理やめて。ダメダメダメっつってね。もう無理やめて。もう無理やめてだよ。顔が終わってるもん。絶望。こいつ来た瞬間にあもう終わり。いや終わらせてんな。ああこれさ、覇者党とか超快適そうじゃない。いや覇者快適だろうね。うん
ロビンフット祭りで、うん、まあ一旦なんかね、うん、とりあえずナイチンゲールと合わせるよね一旦ね、一旦ナイチンゲールにロビンにとかできるよねなんか別に他の属性のとこでもねあれ全然いけると思う。あ、だからもういいじゃん、あそこで28で使えば28だってもともと適正だったもんね。もともと超適正だったけ、みやさん、あ、ちょっと分かってます分かってます、今のは俺結構早かったっす。これダメだ、もういやこれ滅ぼしちゃった、滅ぼしてますね完全に。まあ SS は壁ドンなんだよでも超重力壁ドンだからね、うん、確かにそうだ、こいつラウドラいけねえかな。あでもいけんじゃないの、その調整あすれば、うん、どうなんだろう、厳しいかな、まあ、殺せないけんじゃん、うん、でもどうなんだろう、超重力持ってるしいける。俺ちょっと重力だけはねあんまりね試したことないけど、うん、どうすか信長 X 入れてるとか人もいるもんね。そうだね、うん、うん、まあでもほんとコルセアの友達になれる、うん、まあ、壁ドン暴れでなんか雑魚処理全部なんか、うん、しちゃいそうだよね、うまくいくということなので、はい、いやこれはちょっと、あ、なんかしんないけどコルセアになっちゃったけどはい、うーん、これは強いね。まあ今回の限定2人ともね、うん、納得の性能、納得、まあ限定っすわこれだと思います。はい、伝説だわこいつほら伝説書いてあるから、はい、まず皆さんも使ってみてください。ふとちょっと見たい以上作りたいですね、うん、間違いない。それではご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょうバイバイ。